はい、おはようございます。エスペイクです。2024年2月の12日、月曜日祝日ですね。はい、こちら、あと3年スキー場ではなく、5、3年スキー場来ました。雪の量は結構ギリギリですね。なんとか営業してるって感じですね。多分今日の営業ラストになっちゃうような気がします、今シーズンは。この後ね、大寒波で暖気様がいらっしゃるんで、そこで死に来てください。この人、今通ってきたところがね、駐車場ね、うん。で、ここ、はい、圧制しちゃいますね。半期格納。あ、結構ね、お綺麗なね、ピステンブーリーさんがいらっしゃいましたね。はい、落雪注意。で、こちらがあの、ミンサート町の山荘、なんとか山荘ですね。ソリとかは左端でお願いしますと。うん、5、3年スキー場、はい、本日は営業します。これマグネットかな、マグネットっぽいね。はい、そんな感じでね。よし、じゃあ滑っていきましょうか。ロープ2とあと縄があるんですけど、まあとりあえず動いてるとこから行ってみるってもんでしょう。よし、じゃあ行きますか。ズブズブ、雪マジズブズブ。もう完全にね、終わりが近い感じだね。よし、じゃあ行きましょう。よし、まあ順縄ですね。うん、よし、じゃあ行こう。捕まってらんね。重たいの、重たいの。という感じのね、コースになったんですね。うん、多分ロープトの方は動かないでしょうと思ってる。多分ロープトの方はね、入場の規制入ってね、動かないでしょう。はい、そんな感じでここをまあ滑るだけでもう終わっちゃうんですけど、はい、終了です。以上が5、3年スキー場でした。いや、ほんと雪ないね。うん、でまあこれで終わってもいいんですけど、ちょっとね、あのこの純正ロープ2の乗り方に関して、あの今もね、知るって言ったんだけどね、あのちょっとアドバイスいただいたんで、フォロワーさんからちょっとそれ真似てね、やってみようかなと。とりあえず滑走シーン、そしてもう一回この純正ロープ2乗っていきます。まあ何しても、あのこの動画はこれで終わります。この動画、あの面白かったり参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、その他もろもろよろしくお願いします。日本中のスキー場を巡って旅してるんで、ぜひともこれから応援よろしくね。よし、うん、出発っていうか、この日の出方かっこいいね。よし、じゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。フォロワーさんに教えてもらったのが悪かったですね。まずここにいる。その後、体に巻くようにして、いや、無理だろ、無理無理、マジ無理マジ無理マジ無理。いや、てか体ねじれて逆に無理でしょ。どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、マジ無理じゃね。もう体ねじるようにってこうしかないよね。いや、ごめん、無理やで、これ。それよりかは、握力で頑張って。うん、絶対体ねじれないから。
なんか形が。まあ、そんな感じですね。じゃあ、もう一つぐらい作っていきましょう。じゃあ、これ、これも追加だね。ん？これは完全にスマホだね。おい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 。スマホ落としませんか？スマホ落としませんか？あ、袋？はい、そこにあって。うん。よし。はい。まあ、そうだよ。他に理由じゃないもんね。体で巻きつけて無理だよ。たくさん無理だと思うんだ。だって体逃げちゃうな。うん、無理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 、絶対無理、絶対無理だから。うん、よし、じゃあまあそのままだけど。はい、まあこれ3本目だからまあええやろ。じゃあ、まあ、下っていこうと。といった感じですね。タンタン、向こう側滑るようにね。よし。